そうですね、やっぱり、会見こうやって開いてもらって、これで本当に J1 の選手になれたんだなっていうのが素直な気持ちです。1対1の強さだったり、その攻撃の起点になれる選手だと自分で思っているので、パスもできるし、攻撃参加もできるので、そういうところは通用すると思います。今、そういう中途でプレーしている日本人って非常に少ないと思いますし、ましてやね、アルアインっていうすごくアジアでも有数の、ビッグクラブからこういうオファーっていうことが来たっていうことにもすごく驚きました。このタイミングで広島を離れるというのはすごくチームに申し訳ない気持ちもありますけど、自分のサッカー人生の中で引退するときに、こういう話があって、行かなかったら必ず後悔するんじゃないかなと。サポーターの皆さんにね、たくさん背中を押してもらったと思いますし、その中で3度の優勝をサポーターの皆さんと一緒に勝ち取れたっていうのは本当自分の誇りでもありますし、今こうやってチームはすごい苦しい状況にいますけど、必ず這い上がってまた強さを放ち広島っていうのを、作っていってくれると思うので、